どうも、エウザレットです。今回はスメシーワールドの版からマッチルール別マップ調査となります。この動画ではマップから読み取れる情報や実際の版からマッチを経験して感じたことをもとにまとめています。マップの構造や動きがわからない人向けとなっています。少しでも版からマッチを楽しく攻略してもらえればと思います。一つの情報として見ていただけますと嬉しいです。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは早速いきましょう。ガチエリアは中央に一つ大きな場所があり、お互いに睨み合いができる状態となっています。エリア付近の壁の裏に通路があり、そこに隠れて攻防戦が繰り広げられます。まずは前線ポイントからです。右高台は敵との対面が多くなる場所ですが、この位置からスペシャルアサブを使用されるだけでエリア周りが辛くなるので、スロープを抑えるように前に出て抑えたいところです。左高台は敵陣を抜けてインクレール部分まで抑えたいところです。このルートと正面を使って挟み込めるため、橋を渡ったところだけではなく奥まで行くことが重要となります。スペシャルでの妨害が防ぎやすくなりますね。次は守りのポイントです。左の高台を取られると面倒なのはもちろんなんですが、裏取りがしやすくなり、挟み込みを考えると左右に散らばって守りたいところとなります。特に右側は単射程が壁を使って侵入してくるので要注意の場所となります。最後に塗りポイントです。自陣の高台から相手の高台を奪うように塗りを行うと、それだけで侵入が分かりやすくなります。特に下の通路を使った単射程が来るので、塗りで侵入具合が分かると対策もしやすくなります。ガチエリアはとにかくエリアの先を抑えれるかどうかが重要かと思います。エリア付近は壁を使って敵の裏も取ることができますし、正面からスペシャルアサブを使って塗りを維持することもできます。その状態だと平行線で単純なパワー勝負になるので、それを防ぐためにもしっかり敵陣を抑えていきたいところです。ガチアグラはスプラ2の時と最初のルートが変わっており、敵に体を晒しながら進めるルートとなりました。そのため安易にヤグラに乗ってしまうとデスがかさむので、キルはしっかりしたいところですね。まずは前線ポイントからです。敵陣が高台で構成されているため、基本的にヤグラより先は交戦するようになってます。右から左に向けて制圧していくと敵と戦いやすいように感じます。第2関門からは挟み込みにも気をつけていきましょう。次は守りのポイントです。左高台と右側は抑えたいところになりますね。特に左側が敵に取られると一気に状況が悪くなり、右側も制圧されやすくなるため、カウントが進みやすくなります。関門1突破前から左側はしっかり抑えておきましょう。最後に塗りポイントです。矢倉の第2関門あたりまでを意識して塗りたいところです。敵陣を塗るのは難しいですが、取ってしまえば有利になるので、右高台を確保後塗りとクリアリングをしていきましょう。ガチアグラは第2関門に行くとなかなか止めるのが難しかったりします。第2関門までヤグラを乗っているとスペシャルが自動で溜まってより不利になるため、第1関門から早めに止めに入り、長引かせないようにしましょう。バチホコは関門が2つ用意されており、カウントは51まで進みます。左右ともに高台からジャンプで乗ることが可能となってます。どちらも敵の防衛位置の前なので無理な運びは厳しくなっています。まずはホコショットポイントからです。内地関門周りと高台に敵が集まるので、その辺りにホコショットを決めるといいかと思います。味方がいないと1人で突っ込めないので、安定するまではホコショを打って警戒するのもありです。次は守りのポイントです。第1関門を抜けられると真正面からの対面が要求されるので、なるべく第1関門を守りきることを意識するといいかと思います。押し込まれると意外と足場が狭く動きづらい場所なためですね。最後に塗りポイントです。とにかく中央を塗って矛を取ることを難しくさせるのが一番かと思います。敵が侵入してくる場所を塗って邪魔をするようにしましょう。第1関門を突破するにも足場がないとジャンプ不足になるのでとても大事です。
ガチャホコは攻める前の防衛がとても肝心な気がします。中央は壁が少ないこともあり、無理にイカジャンをして前線に復帰すると連続ですが招きやすいように感じましたね。イカジャンをしないにしても中央まで戻るにも時間がかかったりするので、ガチホコに関しては堅実に動くのがまず重要かなと思います。ガチアサリは依然と配置はそこまで変わらないのですが、全体的な数が減っているため足場を塗って把握する必要があります。敵陣に行く前に自陣のアサリをしっかり回収して裏取りされないようにしましょう。まずはシュートポイントからです。ガチアサリは高台と下からのシュートが可能です。上を押さえればジャンプしながらのシュートを決めれます。ただし下に降りてしまうのでディスするリスクは高いことは覚えておきましょう。次は守りのポイントです。ゴール前ではシュートを決められてしまうので、高台から弧を描くように守るようにしましょう。特にガチアサリを2つ持たれた時はこの位置で対処だけではなく中央あたりで捌くようにするのが一番いいかと思います。最後に塗りポイントです。中央から左側の塗りを押さえてゴールを囲むようにしましょう。右高台は激戦区になるので塗りに集中するとデスします。左側を塗って敵の見るポイントを増やしていきましょう。ガチアサリは中央の通路がつながった時が一番のシュートチャンスです。そのため高台には防衛する敵がよくいますので、スペシャルやサブを使って一気に押さえつけてシュートしていきましょう。いかがでしたでしょうか。スネーシーワールドは自陣からルール関与するまでの距離がある分スパジャンなどで復帰しがちです。ジャンプ前にしっかりと周りの状況を見て連続デスを抑えながら敵を押し込んでいきたいマップですね。ということでご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。